はい、こんにちは。今回のね、花屋龍馬シリーズなんですけども、まあ流れですね、流れということと、あとはね、いい30代になるための20代の締めくくり方って、この2つでお届けしようかと思います。まず1つはね、流されないことというテーマがありましたけども、これね、流されてはならないことと、あとね、大筋は、流れのままに、流れに身を任せていくところ、これもね、非常に大事なんですよ。で、私たちはね、自分の意思とは関係なく、その時の流れとかね、月の流れとか、まあ言ってみれば運命の流れってのがあるんですよね。これに逆らうと、どんなこともうまくいかないですよね。やっぱり流れに身を任せる部分と、流されたくはないと抵抗する部分と、この組み合わせなんだと思うんですよ。じゃあどれが流れのままでいいのか、どれは流れに逆らっていくのか、ここの見極めができるかできないかということが、まあ男の条件になってくるかなと思いますし、まあ人間のね、本質を捉える、まあそういった行動になってくるのかなと思います。で、どうすればいいかっていうのは、一人一人本当にしっかりと内面外面関係性を見ていかないとわからないんで、ここで一言で言えることはないんですけども、まあただね、多くの人が流れに逆らってはいけないところで逆らって、流れに身を任せるべきところで身を任していないというところがあります。これは本当にそうあるんですよ。将来はこうなりたいなと思ってもそうなってないっていうことは、そういうことなんですよ。で、本来はこんなことするべきじゃないんだけどっていうふうに枕言葉があるってことは、本来じゃない偽物の人生を送ってしまったってことなんですよね。これは両方の面で大いに反省して、そしてね、もしそういう過去があるんだったら、これ未来にもね、強い影響を及ぼすんですよ。で、私が言えるのはですね、ありきたりの人生を送りたくないんだったら、多くの人がやらなかった人生をね、目指さなくてはならないということで、たった一つ、ほとんどの人は継続ができません。ですので、継続することで人生を圧倒することができるということは、ここでね、はっきりと分かるんではないかなというふうに思っております。継続することで自分の人生はより強く立つわけですよ。流れに身を任したまま、自分の人生にね、流れに流されないものを残すことができるということですね。まあ、そしてですね、まあ、より良い30代を過ごすために非常にね、大事なことがあるんですよ。それはですね、20代でツケを残さないってことですかね。全部清算していくってことです。まあ、いいことも悪いことも、特に悪いことですね。後ろめたいこととか、人に何かね、疑義を申し立てられたことについて逃げまくって30代に入ると台無しになりますね。その場では逃げれたような気がしますけども、結局ね、何か問題から逃げるってことは相当な利息がつくんですよ、これ。で、とんでもないところで邪魔をされます。特にね、女性関係は、20代で過ごす女性関係と、30代で本当にですね、男の人生を構築しようとするときに出会う、もしくは考える女性との関係、ここがね、ガチンコするんですよ。とてつもないことになります、これね。甘く考えてる人が多いんですけども、20代で解決せずに逃げてしまった女性関係は、今度は、自分の30代に食い込んでくるんですよ。とてつもないダメージになります。そして、つかみかけた幸せが全部ダメになり、再起不能になりますね、これはね。以前ね、3つの T っていう話しましたけども、3つの T は瀕死のところから復活するべき非常に大事な男の人生にね、きっかけになるんですよ。復活のきっかけになるんですよ。でも、先ほどお話した20代で放置した女性への遺恨っていうのは、30代の男性、とてつもないところからね、そんなとこから来るかみたいな感じで再起不能のダメージを与えて、ビジネスの世界からも、それから恋愛の世界からも、もうね、追放されてしまいますんで、これ本当にね、危ないんですよ。特に男女関係っていうのは常に生命に関わりますんでね、これがね、背中にナイフが光ると言いますかね、ちょっとね、甘く見ない方がいいかなと思います。どうしても20代ではね、甘く見るんですよ。甘く見て逃げ切れると思うんですよ。ただね、やっぱこう、切り離された女性ってのは生きてますからね、虎視眈々と復讐のための人生を過ごすんですよね。そのためにかけるエネルギーってのはとてつもないですまあですんでね、20代で解決していくものは、
もういろんなものがありますけども、他のことはともかくね、女性関係はきれいにして、お金で清算できるんだったらズバッと払っておく、もしくは今お金がないんだったらそのためのね約束をしておくべきだと思いますね。そうすることによって女性の感情は抑えることができますし、そのお金の切れ目が縁の切れ目とありますけども、お金を払い続けている限りですね、お金で弁償している限り恨みは抑えれるんですよね、まあ、そういうところでね、ちょっと怖いことを申し上げましたけども、非常にね、女性を敵に回してはならないという言葉を男性の中であるんですけども、本当にその通りで、女性はね、女性に味方する女性もいるのと、その女性に味方する男性もいるんですよ、常に。そういうのが総動員で、まあ不義理なことをした20代をやりきれなかった男性に30代で復讐してきて、そこで人生が終わるということもあります。とてつもないことになりますんでね、これはなんかね、お前の実体験だろって言われそうですけども、いや、その通りですよ、ですんでね、どんなことをしても納得して和解して、もしくは責任を取ってね、責任回避をした事実を一個も設けないまま20代を清算して30代に入らなければならないかなと思います、これもね、流れに身を任せつつ、流れにそのまま流されない部分のね、この際どい難しいところでありますけども、私はそれに成功したわけですよ。皆さんに分かっていただいて30代に入りましたということで、ちょっとなかなかはっきり言えないんですけども、男女関係が命取りでございます。特に男性は女性に恨まれたまま30代を過ごすととてつもないことになるんで、それだけはね、48の私がね、はっきりとここで全ての年代の方に言わせていただきますね。ということで、いってらっしゃい。モテるばかりが人生じゃないよ。